皆さんこんにちは。2024年宅建士合格の取説基本テキストプロモーション動画担当します、レック専任講師友継です。どうぞよろしくお願いします。はい、ということでですね、今回はですねこちらです、2024年1から身につく宅建士合格の取説の、プロモーションという形でですね、お話をさせていただこうと思います。この宅建士合格の取説、どういう本なのか、どんな特徴があるのか、そういうところをですね少しお話しできればなというふうに思います。はい、でですね、この宅建士合格の取説、実は3部作になっております。はい、今こちら画面に映し出しているのがですね、基本テキストというものですね。で、あとですね、2つ、いわゆる一問一答というものですね。一問一答集と、あとは、過去問ですね。4択の過去問の過去問集というものがありますと。で、この3冊セットでですね、発売しているものでございます。はい、でですね、この宅建士合格の取説、どんな本なのか、いろいろ言う前に中身を見てもらった方が早いということで、はい、こちらの基本テキストのですね中身の方ちょっと お見せしていきたいと思います。最初こんな感じでね、はい、載っております。これ一番最初のページなんですけども、第一ポイント契約の成立みたいな感じで載っていてですね、はい、これ見ていただいたらわかると思いますけれども、カラーになっております。で、カラーでなおかつですね図も結構入っている、そういうテキストになります。なので、まず特徴の1番目としては、まず本当に見やすい、読みやすい、こういうところがあります。はい、なるべくね、こう初めて勉強するっていう方がですね、はい、もううってならないように、うわこれ厳しいな、きついなっていう風にならないように配慮をして、そして、レイアウトとかもね、きちんと考えて作ったテキストということになっています。ですので、本当に、宅建の勉強しなければいけないね。でも、勉強とかって、堅苦しい文字がバーッと書いてあるものを読まなければいけない。嫌だなっていうような方、ご安心ください。こんな感じでね、読みやすく作っております。あとはですね、本当に、仕事で宅建取らなければいけないという人もいますし、あとは、何か資格を取りたい。そのための最初の一歩として、宅建というものを選んだ。ね、で、正直勉強の仕方ってのもよくわからないという方でも、本当に、最初の一歩として踏み出すのに、最適なテキストということになりますので、ぜひね、こちらね、ご購入いただければというふうに思うわけなんですけども、でもですね、はい、実は、はい、このテキスト見やすいですっていう、ただそれだけではないんですね。はい、他にもですね、さらに特徴があります。先ほど過去問集というふうに言いましたが、過去問集の方もですね、こんな感じで、はい、カラーになっておりますけれども、これ、やっぱりね、基本テキストのカラーと問題集のカラーってやっぱり違うんですよ。何かっていうと、基本テキストはやっぱりね、ある程度色をね、使ってこうやっていった方が見やすいというところはあると思います。はい、でもだからといってぎゅうぎゅうに詰めまくるとね、ちょっと逆に目がチカチカするっていうところもあるので、目がチカチカしない程度というところには気をつけたつもりですけれども、はい、目がチカチカしない程度に、見やすいっていう形の、フルカラーみたいな感じでね、はい、緑もあり黄色もあり、赤もありという形でやってますけれども、やはり問題集ってそういう意味ではあまりこう色がバッとあると、この問題文をきちんと読まなければいけないのに目線が他のところに飛んでしまう可能性があるんですよね。なので、あまりこうカラーをね、何色も何色も使うっていうのはあまり問題集としてはあまりよろしくないと。はい、やっぱここに集中してほしいってところがありますのでね、やっぱり視点をここに集中させた時に他のところにあまり目がいかないようにっていう風になってくると、でもそれでもやっぱりある程度見やすいっていうことを考えると、2色が一番いいのかねというね、そういう感じでですね、はい、こんな感じで、権利関係は赤色で、でその後宅建業法は緑色でみたいな感じで、はい、分野ごとに色も違うんですけれども、こんな感じで、はい、見やすさだけは追求してっていうね、そういうところでございます。本当に見やすく見やすく見やすくっていうね、はい、過去問集に関してもそういうところをちょっと集中して、作ったって感じですね。で、あとですね、
過去問集で言うならば、よくね、まあこれはあの宅建試験勉強したことがある人とかは聞いたことがあると思うんですけれども、まあ権利関係はやっぱり図を書いてねっていう話、まあよく聞くと思います。で、図を書いてねっていうふうに言うんですけども、じゃあどんな図を書けばいいのかっていうのがわからないってなると、ね、それは図も書きようがないってことになりますので、こんな感じでね、解説の方にはですね、はい、図も書いてあるので、まあ、こういう図を書いて、問題解いてくださいねっていうふうに分かるようにしてあります。であとはですね、下のところにちょっとしたトークとかですね、こういったものも置いていますので、まあ、楽しく学習ができる、まあ、そういうような、問題集を作っていきたいなというふうに作ったものでございます。はい、ですので、まあ、基本テキストもね、一問一答の問題集も、まあ、今こちら画面に映らせている本当にね、過去問の4択の問題集も、まあ、本当にね、見やすさっていうのは本当に追求して、ね、見やすさ、読みやすさですね。あとは理解しやすさ、ね、とにかくもうハードルを下げて下げて下げてっていうところを本当に、もうこれを作る段階では一番こう意識して、やっていたところになります。でもですね、まだそれだけではないんです。まだあるんですか？まだあるんですね。はい、これ何かというとですね、実は、はい、こちら、まあ、表紙のところ見ていただければわかると思いますけれども、はい、これテキストの表紙のところにもね、書いておいたんですけれども、はい。まあ、カラー使いというふうに言いました。あとはですね、4分冊書、そうなんです。やっぱり宅建試験範囲、それなりにやっぱり広いですから、こう、分厚いんですね。はい。分厚いんですけれども、まあ、その分厚い本を持ち歩いてっていうふうになってくると大変じゃないですか。ということで、分冊になっております。はい。ですので、あ、じゃあ今日は権利関係の勉強しようかなって言ったら、権利関係編のところだけをこう、ね、分冊にできますので、そこだけを持ち運ぶこともできるということになります。はい。でですね、うん。じゃあ分冊にすると、背表紙どうなるんですか？はい。背表紙にもシールが、ついておりますのでですね、こうシールをこう切ってですね、ペタッと背表紙のところに貼るとですね、はい、まあ、背表紙をシールみたいな感じでこう貼れるようになってるんですね。でそうすると、まあ、背表紙も出てくるぞっていう形になりますし、はい、あとはですね、単元ごとにすぐに検索しやすいようにということで、インデックスシール、こちらの方もついております。はい、ということで、もう勉強のしやすさは本当に追求して追求して作ったテキストになってます。でですね、こちらです。はい、問題集と完全相互リンクというふうに書いてあります。これは何かと言いますとですね、やっぱりまあ基本テキストである程度理解していただいた。でもやっぱり問題解かないといけないですよねってことで、例えばですね、こんな感じで、はい、ね、まあ表紙のところに、例えば第一コース、意思表示、ね、ここの第一コースの意思表示のところのテキストを読み終わったら、こちら、一問一答集の1番目から15番目までの問題を解いてください。そして過去問題集の問1から問5までのところを解いてください、ね、これが解けるようになっていますよっていう、こういう、なんて言うんですかね、まあ学習の、うん、こう計画的なものですよね。はい、どこまで解けばいいのか、これを勉強したらじゃあどこまで解けばいいのかっていうですね、そういうリンクもしっかりしているというですね、そういう特徴もあります。はい、さあそしてですね、こちら4分冊仕様と書いてあります。3分冊プラス論点集というふうに書いてあるんですけど、この論点集というのは一体何なのかと言いますと、やっぱり先ほど分冊でね、持ち運べるっていうふうに言いましたね。持ち運べるんですけど、それでも重いよという方もいらっしゃると思います。ということで4分冊目はですね、こんな感じのまとめのですね、冊子になっております。左側にですね、まあ、まとめが載っていて、でそれに対応するちょっとした、まあね、重要論点の確認問題ですね。はい、まあ、これは本当にあの一問一答よりも、簡単な問題にしてありますので、まずこれを一番最初に解けるようにっていうですね、そういう感じになっています。はい、ですのでこれも結構もう薄くしてですね、持ち運びしやすいようにしました。まあ、こういう論点ブックみたいなものも、論点集みたいなものもついているということになるわけです。はい、そしてですね、これは基本テキスト、それから、過去問題集の方なんですけれども、実は、書籍購入者限定特典ということで、無料の講義動画、こちらがついております。はい、こちらの基本テキスト編の方ではですね、全編45回ですね、
まあ、あの45の、章があるわけですので、まあ、1章ごとに、ね、動画がついていると、いう感じで、学習できるということになります。で、過去問集の方はですね、これは30回かな、はい、過去問集の方も30回の、無料の講義動画がついているという形になります。はい、でそしてですね、まあ、これは、さらにさらにの話なんですけれども、問題集の方ですね、はい、問題集の方にはですね、こちら問題集の方のね、はい、まあ、表紙もあるんですけど、まあ、これあの過去問題集の方の表紙なんですけれども、はい、こちらです。はい、なんとスマホでも学習できるように全問のアプリ、こちらもつけましたということでですね、はい、もう相当ですね、もう皆さんが本当に学習しやすいようにということでね、まあ、見やすくね、読みやすく、解きやすく、学習しやすく、持ち運びしやすく、ね、こういったことをもうね、突き詰めて考えて、じゃあどういうね、ことをやれば、まあ、受験生、勉強しやすくなるかなというところをですね、本当に、いろんなところで考えてですね、はい、もういろんな、工夫を凝らして作ったテキストでございます。はい、でですね、このテキスト、先ほども言いました通り、はい、まあ、基本テキスト、それから一問一答、それから、分野別過去問題集というふうにありますけれども、まあ、ぜひね、3つセットで、はい、使っていただけると、さらにね、効果倍増ということになりますので、はい、まあ、先ほども言いました通りね、ここのように、まあ、リンクもありますので、そう、やっぱりこういうところっていうのは、やっぱり、大事ですよね。ここの部分を勉強したからといって、じゃあ問題集のどの問題が解けるのっていうのがわからないと、まあ、なかなか問題集に移行しようとしないっていうところもありますので、はい。まあ、こういうところね、しっかりと、じゃあこの章が終わったらこの問題を解いてください。この問題を解いてくださいって形できっちりナビゲートしていきたいと思いますので、はい。これから宅建の勉強を始めるという方、ね、全員におすすめのね、書籍となっておりますので、ぜひね、こちら、宅建士合格の取説、はい、3冊セットで、ぜひ、ご利用いただければというふうに思います。はい、ということでですね、はい、まあ、短い時間ではございましたけれども、宅建士合格の取説の説明をさせていただきました。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。またね、今度は、はい、宅建士合格の取説の無料講義動画の方で皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。それでは最後までご視聴ありがとうございました。